どうもボビーアトレザーのボビーです、えー、今日はですね、えー、10月23日、えー、52回目の配信になりますそれではオープニングブービーをどうぞちょっと ボビーアトレエザーのボビーです。えー、今日もですねボビーアトレーザーの大阪のアトリエからですね、えー、ライブ配信でお届けしております、ねしえー。しばらくお付き合いください。もう週末ですよね。かな金,、えー、もう金,あ金曜日やもんね、えー、23日、えー、52回目ですよ。ね、52日間目。<laughs> でですね、えーうん、今日は朝から雨ですね。うん、大阪はね。 雨ですなんか天気予報見たらあの雨から晴れになというね曇りじゃないくてどんな感じで晴れるのかまあまあここに入れたら分かんないですけどね、えー、この真っ暗な <laughs> え、ね、季節感のないところでね喋ってますけどもね。で今日のテーマはですね、えー、レザー製作の上ですね大切にしてることっていうかうボビーアートレザーとして、えー、大切にしてることの お、ね、まあ、そういう大事にしたんで、そういうことについてですね、えー。お話しさせていただきたいなと思います。うん。まあ。大事にしてることっていうのは、まあ、いろいろあるんで、まあ、今日はその。一ということでね、もう、もう、態度をさ、もう、態度を先につけてます。<laughs> でね、えー、どちらかというと。それね。あのー。よくね。 毎日のようにね、えー、メールとか、えー、あとまあまあ今やったら LINE のね LINE ページもあるんで LINE とかねあとお電話お電話ですねあのお問い合わせをいただきますねうんまあ例えばまあまあ,あのこういうことをこう作,作れますかとかうんでまあその中であのモビアドレザーのね 大体こう作風みたいなのをよくねご理解頂い,いている方とかはあのすごいスムーズにいくんですけどあのまあレザーのことを全般としてえねあのご相談される方もおいでですしねまあそういう時にまああの無限にねなんかするんはらしくないなと僕もずっと考えてますしあのそういう時にもねやっぱこう返信をね すするる上でですねいいいろいろお僕なりに思ってこよくあの僕あのよくある言葉なんですけども僕も大切にしているフレーズの一つなんですけど「えー、頼まれ事は試され事」ってねよくいいじゃないですか「頼まれ事は試され事」なんかねよくそういうふうなことをねいろんな本とかに載ってますしねいろいろも僕もあの耳にしますし。 うん、えうん、いいフレーズやなと思いますしね。やっぱりそういう、そういうお問い合わせをいただいたり、ね、あの相談されたりするときに。なんかこれ、なんか、なんかこれは意味があるんやろうなと思うし、それは。あなるべくこう自分の中でね、あのー。なんていうの。ね、そう、そう、やっぱ相談されることっていうのも、非常に、えー。パワーがいることですからね。あ、大丈夫かなと思って。聞くわけでしょう。ね。ふと、悩みがあるわけじゃないですか。 でそ,ね、そういう上で、まあ、例えば、まああのね、あのこういう靴が作りたいんですけどと言われても,も正直あの僕はあの <laughs> 靴作りはねあの得意じゃないしってうかあの、ね、専門の道具とかも行ったりするしあの専門のほんまにほんまもう靴のね、り合もいますけどね職人さんで。 あのもう全然あの道具も <laughs> 使う違うし使ってるものがあの革っていう <laughs> カテゴリーだけで <laughs>、うん、もう全然世界が違うからねもう本当にもに僕も靴とか好きなんでねどちらかというと、うん、まあそういう,うなんかねことでこういう場合やったらまあこういうところにあのただまあ単にあの「できません」とかいうのはちょっとおねあの僕も言われたらあのがっかりするし。うん ピシャッとこうシャッター閉じられたよゃなしに,、ね、にねあのまあ僕もいろいろ調べたりとかしたりしてね <laughs> 返事して例えばもうこういうところに、えー、相談されたらいかがでしょうかねとかあとまああのいろいろあったのが例えば革ひものことかなで、えー、こういうことを自分でやりたいんですけどとか言って、ね、あのどっかあの手に入る。 売、まあ、っていただけませんかとか、まあまあ、全然僕のね自分で切ってる皮紐を販売することは全然僕は構わないですけどただあの実際ねいろいろ用途というねご要望にこうなんかご相談のいろいろ聞いたらあやっぱりこうあのあこういう場合やったら別にそのえー ボビアズレザーのような感じの分のーレズあの革皮も求めてないな、これよりももっと適したものがあるかなと思ったりもするわけ、流出するわけですね。だからそういう風なあ僕がね、あの資料で販売してもそれは全然ねいいんでしょうけど、あのー、それよりも多分そのくらいやったら多分こういうところのショップとか行ったらこういうものがあります。多分用意されていると思いますんで、えー、そちらを ね、えー、いかがでしょうかとか言ってなあの、まあ、メタにはないんですけどそういう質問あのこう相談もねけどまあそういう相談にね乗ってでやっぱりこうまたね忘れた頃にちゃ返事が来て「あ,のなんかありがとうございました」ってねあの連絡くれたりねする時もあってあ非常にああかったなって、うん、そ,のその相談された方がですねハッピーな気持ちになってく下さってるんやったらね うんまあ、それはまあ僕もお、ね、そういうことに、えーね、あのこれも何かの意味があったことないのなと思いますしね、うん、なんかそういう感じで、えー、ため試されことはちゃう頼まれことは試されこと、ね、それはね、えー、それは常に、えー、心に置いて、ねえー、常に、えー、取り組んでおりますね。 ままあまあそんな大したあれじゃないかもしれないけどまあ仕事人というかこういう起業家は皆さんそういう思いでえね取り組んでるかなと思う思,思,思,思いますしねうんまあそんな感じでえ今日はですねえそういう,うまあ大切にしてることのね一つをねお話しさせていただきました。 ねこれで第二第三なんで、えー、なんかなるかなと思ってまあまあこういうこともねあのなんか、えー、ね業種問わずうなんか共有できるかなと思いますしねう仕事感っていうか。 まあそういう思いでものづくりを僕はまあしてますよというぐらいで取り組んでます努力してますということでねうん今もねあのそういうご相談とかのってね少しずつねあのまあまあこうやってあの特にブログに書かないようなこととかでもですねお手伝いさせていただいたりしてますね。まあそのあのいろんなねあのなんていうの業種の方でね 問わまあ、こういう感じでですね、なんかボビーアートレーザーにですね、なんか頼みたいなとか、あーなんかこういうの作ってもらえたらなとか、なんかご相談があったらね、えー、気軽に、えー、<laughs> あの連絡くださいあの。いつでもお待ちしています。ね、まあ、そんな感じですね、えー、素敵な週末をお過ごしください。ありがとうございます。